はい、名古屋の堀越ゴルフクラブでレッスンです。はい、最初のパーティーですね。早速板で鍛えてます。脇腹の切れを使います。胸が右向いてる時に左足かかとの内側で3時方向に蹴り出すと脇腹が後ろに切れますね。すごいんですよ。今79歳です。すごいですよね。昨日の東京国際もすごかったけどね、背中越しとこのね、下半身の使い方分かるとすごい。ショートさせてナイスイン。尾崎立雄選手を意識してバックスイング、ちょっとしてみてください。ヒールアップしてみます。バックスイングじゃなくてバックスイング、バックスイング、ストップ、上げて、はい、上げてください。足もヒールアップも、はい、もうしてます。で、一番大事なのは、うん、背中を目標に向けること、はいはいはい、背中を目標に向けるには手元を非常にへそから離れないようにバックスイングします。もう一回上げてみて、ちっちゃく、そうもうちょっと余裕持たせてください。ちっちゃく自分の中では、はい、この方が背中を回しやすいんです、はい、背中向きやすいですよね、はいはい、手元が離れば離れるほど、はい、体は実際回らないです。はい、そんな感じで、ああそれです、打ってみましょう。すごいんですよ、さっきから。ナイスポー。はい、どうぞ。よいしょ。意識はバックスイングで、大木がここに立ってるじゃないですか。ここ大木の内側、この内側をすり抜けるのにまだ振っちゃダメです。そこです。そう、そこで、はい、両肘抜いてって、抜いてからそこから、はい、肘を離さないで振る。そこしっかり振る部分です。もう一回お願いします。素振り、ゲンと、そう、これ抜いて、そこ皆さんここの部分しっかり振らないと両肘が背中側に回らないです。絶対両肘が背中に今回ってるでしょ、この後ろに。中途半端だとダメです。これがしっかり振ることですから。はい、じゃあ打ってみましょう。高校時代ゴルフの先輩です。ナイススイングです。もう考え方一つです。ボールはもう通過点で左足の小指の前でリーディングエッジアップ、グリップエンドは左腰横に入ってくる。その時に右手首配置しますから、ほらね、みんなね、前の方に押し出して右手首配置させようとするんだけど、グリップエンドが左腰に入る時に配置するんです。ボールに正対するんじゃなくて、ボールはあくまで通過点、まだこう開いてリーディングエッジのバランス側がこう、まあ、設置するんだけど、実際に設置しません。ボールの赤道ついています。で、フェースアップするのはこう左足、この小指の前、ここでリーディングエッジがついて滑っていくんです。みんな浮いたまま振っちゃうんですから、ボール飛ばないですよね。ただしボールは通過点ですから、フェースは右向いたまま入ってきて、左足の小指の前でフェースアップすると誰でもハンドファーストで捉えられるというわけです。これでボールが、スピンの効いた球になるということですね。皆さんね、インバランスフィニッシュ見てくださいね。毎回同じところです。ピタッとね、ほら、両耳の後ろに。素晴らしいです。ほとんどボール曲がらないですよ。ほら、見て、くるって。軸すごいでしょ。これってね、両肘が体から離れないで触れてる証拠なんです。全然曲がらないです。ほら見てください。これまっすぐでしょ。これミスしても曲がらない。だからフィニッシュって大事なんですよ。ほらピタッと同じところ下がりました。素晴らしいですよ。ピタッ。すごいですよ。本当にピタッと決まって。ナイスショットですよね。バックスイングで体回りすぎてインサイドアウトの軌道を作ってボールが出玉が、ナイスです。ボールが出玉が右から出て、ちょっと左に曲がりすぎちゃう方はこのようにオープンスタンス立って、今までのバックスイングしてください。今までのバックスイング打たないで、バックスイング回りすぎるぐらい。これだと強いインサイドアタック作りすぎちゃうんですね。じゃあ正しいのもちょっと回りすぎるのを抑えて、うん、いいです、いいです。今ここです。ちょっとそのままストップして。今、この
ターゲットラインだとここが平行なんですよね。ここで今フェードボール左に出して右に曲がるボールを打たせる練習してます。そうすると通常にまっすぐ戻っても回りすぎるバックスイングを直ります。いいですね、すごい。フェードボール前のバックスイングどうでした。そんな感じですよね。両肘のライン、それ、そうそう、こう見てください。これ後ろ回してます、こっちフェース、ここです。その時にこう、ほら、もっともっとな、ああそうです、ここで中入っちゃってます。この角度90度ですよね。ここからここからこういう感じ、こういう感じ、フェースはこうです。 OK? すごいんですよ、肩がすっごい入るようになって、ちょっと引っ掛け気味だったんだけど、右から回せるドローになってきました。グリッと入りますよ。そう、そのくらいです。ナイスショーです、決まった。ナイスショー、完璧なドローボール。はい、プラス20ヤードですから、はい、265ヤード、おめでとうございます。ちょっと今までのバックスイング見てください。打っちゃっていいですか。打たなくていいです、はい、非常にゆっくりで長くて遠いんですよね、はい、こんなバックスイングです。これ見ててくださいね、はい、ちょっとバックスイングもうちょっとスピードを上げて、はい、背中の大きな筋肉を使って上げるんですけど、はい、僕ね、この辺をね、はい、キュッてこう上げるときに、はい、本当上げるときの軌道もこんな短いんですよ。あ、こんな感じ、ここだけ、はい、こんな感じ、これが、はい、ワイドに上がっていくと僕重たくてこれしょうがないですよね、はい、じゃあいきますよ、はい、はい、いきます。もう一回、ね、今まではこうワイドでゆっくりだったんですけど、はい、やっていきます、はい、いきます、はい、違うでしょう、はい、まあ、バックスイングがこうじゃなくて、はい、ヒュッと、もうここを、はい、視点にピッてこのスピードで上がると一番飛びますし、はいはい、回転と腕の時が回します、ね、ここで上げる人もそんな感じ、こんな感じで跳ね上げる、はい、軽いんですよ、軽いです、とっても軽い、はい、本人もこれでこうやって上がるとダウンスイングにキュッて、まうんね、巻きつくように降りてくる、こうじゃなくてね、はい、スイングがなんかバックスイングぎこちない人いっぱいいるでしょ、はい、ね、すごいでしょ、はい、今までこんなですよ、ね、はい、なんかできちゃうぐらいですね、バックスイングしてる間に2回ぐらい打てちゃう、はい、ほらすごいよ、最長165行って20ヤードです、ね、20ヤードになりました、はい、最短距離レッスンしたんですよね、素晴らしいですよ、クラブを最短距離で振って落とさなかったら一気に飛距離になりますね。ヘッドをね、ボールに向けちゃってたのね、ちっちゃくくるんと、そうだ、フィニッシュまで振り切れて両肘がほら背中が向いてるでしょ、ボールも少しスライスしてたんですけど全部捕まってるんです。もう今、あ、見てください。81ね、すごい。さっきの68、7だったんですけど、15ヤードぐらい飛距離伸びました。くるっと。ナイススイングです。ね、女性の皆さんね、しっかりフォロー側で振り切る。ね、でクラブを短く感じてちっちゃく回れば飛距離一気に伸びますから。日本の、ね、女性の皆さんね、手を大きく前に使う方がいるけど、それだと飛距離伸びませんよ。ほら、みんな捕まってドローボール。ほら、また80、あ、今日最長距離 82.3 になりました。今ね、フォローで左腕が縮んじゃう人の今トレーニングしてます。こうだね。これだと、まだ倍ちゃう。このね、肘が畳むのは、あの左の腰が止まるから、そうそう。こういう感じ。そう、肘が。ここでリードしてみて、こういう感じ。正面、肘が両方正面に来て、まあ
やっぱり縮む方は両腕の三角形をキープしてフォローで止める練習、うん、これですよね、うん、こういう感じですね、うん、はい、じゃあやってみましょう。ハーフスイングです。いいですね、うん、全然いいですね、うん、今左の肩支点になって回ってます。はい、7月10日、今日一番のスイングはですね、直したところはやっぱ最短距離でインパクト、インパクト意識しないですね、うん、もう首にシャフトが巻きついて降りてくる感覚です、ね、ワックルの感覚からそう、ね、右からの軽いドローボールですね、すごいですよね。アフターインパクトでスピード出てますよね。すごいです。こんなイメージですね。フォローでシャフト立てます。 OK、 クラブほらフェース向けてないでしょ、ボールに。はい、そこからちっちゃくくるんって、はい、はい、そうシャフト立てて、そうです、グッド。ベクトルは左の足の斜め下方向にこう体をね、カバーリングする感じでちっちゃくくるんって、ね、これ見てください。皆さん、下半身の動き今指導しますね、バックスイング、はい、両半身を残しておいて、両膝は常にラインが揃ってます。はい、そしてダウンスイング、はい、こうです。ここの角度が絶対崩れません。こういう感じですね、はい、もう一回いきます。で、もも内旋してますよね、これ両膝正面向いてます。皆さん、ここの辺りが動かないんですよ。ここしっかり引っ張ります。もう一回お願いします。で、上半身はちょっと拮抗して開かないで、下半身からそう、そう、これすごい膝柔らかいですね。今エッジ立ててるでしょ、ここ、はい、今、まあ、インパクトします。そこから、はい、両肘が回ってきます、はい、フィニッシュして、はい、足上がる。そう、この一連の流れができるようになると非常に強い球が打てるようになります。もう一回お願いします。ゴルファーサイド戦火は2日目です。マンツーマン、すごいです。クラブでヘッドボールに当てにいかなくなったらこれです。ボールに当たる音するでしょ。すごい生のボールの音します。ちょっとこういう動き、フェーズ面見てください。向きを向いてますよね。こっち向いたままだと絶対こうキャスティングします。ここからこうです。その時右肘が前ですね。もう一回お願いします。あ、素晴らしいです。左腰で引っ張ってきたでしょ。もう一回これで変わりました。はい、ありがとうございます。はい、右肘が溝落ちの横に当たって、はい、そこからスイーヘッド落とさないで、イエス、ありがとうございます。そう、もう一回、まあ、ちょっとこう上げますね。これ黙っててもクラブに仕事させたら右肩のほらストーンとね、感性が落ちてきます。それを利用しながらこうす、肩口から離れないですね。あ、はい、こうす、全然離れませんね。はい、そうです。おお、すごい近い、肩口から離れません。もう一回お願いします。クラブをオープンにするような感覚だと離れないんですよ。これ上げて下ろすだと離れてっちゃう。どん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 フォロー離れていっちゃうんです。上げて下ろすと、でクラブのフェース変えないとこどんどん伸びないし、そう、いいかな、そう、あ、すごいうまいです。絶対ソフト落とさないでくるーんとね、これソフトで、ちょっとハードにいってみましょうね、両方打てます。もう一度最短距離で振ってるんですよ。肘のね、動きを見ててください。巻きついてるでしょ、体に。これが大事ですね。バックスイングでも肘は中に入り、ダウンスイングでも左胸を引いて中に入り、まっすぐ出しちゃダメですね、イメージね。グリップを左腰に引っ張って、そう、そうです。ボートのオールを漕ぐような感じで、シャフトの内側は体から離しません。全部左サイドで引っ張ってて、もうインパクトのイメージがここなんですよ。
あのオールの練習をしているとこの形になります。これインパクトして、あとはもう両肘を巻きつけるようにしてクラブを立てながらフィニッシュ、はい、もう一回、はい、そう、これです、この形です。はい、それからはい、この形です。はい、ありがとうございます。はい、ナイススイングです。ね、みんなこれできないですよね。肩口にグリップつけたままの動画あったでしょ、あれやったんですよ。そこで、はい、左腰のリードで降りてきて、はい、もうここついた時には相当左腰開いてます、はい、開いてます、体入ってます。もっともっともっとこのぐらい、これ上体起きちゃダメです。で、ここの股関節も前に出ないし、左腰はファストでしっかり引かれてます。これ両膝正面向いてますよね、はい、ここもう右の肩が顎に入ってくる直前にリリースしてくるっと待ってください。ちっちゃい、そう、左耳に近いです。肩は縦回転のこういう回転です。はい、そこからちっちゃく、これで練習してると左手一本で打てて抜けが良くなる。絶対これボールにグリップを向けちゃダメ、向けてみてください。こうやる人はもうダフります、体止まって手打ちになりますから気をつけてください。ね、すんごいですね、やっぱり元野球選手です。素晴らしい。今どんな感じですか、インパクトの。すごく軽くて、ちょっとこっちに向いてもらいます。どんな感じで落ちてきますか。野球と似たところありましたよね。野球は、はい、野球はこうなんですね、はいはい、この肘、この位置本当一緒ですよね。このまま前傾してみてください。ほら、誰かに似てません、マキロイですよね。本当に野球の選手の方が僕に教わるとすぐ上手くなっちゃうんですよ、これね。全く同じでしょ、参考にしてください。そのまま両肘を離れないように左振っていく、はい、ナイスです。すごいです。マミぶっ壊れちゃうよこれ。はい、それ挟んで振るとどのぐらいの半身になります。すごいですよね、体入りますよね、これ。そう、体がしっかり左サイドが入って振り遅れる感覚で左足肩の内側をこう三次方向に蹴り出すんですよね。そうするとクラブが溜まってきます。だから飛ぶんです、これ。しっかり体を入れてスイングすることを覚えるんです。体の正面作っちゃダメです。はい、ナイスです。すごいです。これしっかり右の肩も上がらなくちゃダメですから、うん、左サイド切ってきます。皆さん聞いてる、この音ジリビリしてるんですけども。今ブラッシングの練習してますけど、板の上でクリーンに打てないと思うんです。そうリズムなんですけど、ちょっとね、ちょっと開いて構えると少しバランス使いますよね。バランスが少しバックスイング、こう遠側からこう時計の指針に沿って上がるから、こうこんな感じです。これ絶対ボール向いちゃダメです。こうやってボール向けると右上積み込んでフックボールになっちゃいます。こういう感じです。で、少しボールを切るように入ってくるときはまだフェースこんな開いてます。ちょっと開いてます。で、地面につくのは左足小指の前、この辺です。この辺でようやくつくんです。だからここはもうちょうどボールの赤道を斜め下に切ってんですね。で、ここでフェースアップします。だからここで合わせると全部突き刺さります。まだ開いて入ってきてヒールのバランスが、はい、ここでついてここでフェースアップっていう感じで。するとうまく打てます。あ、これ本物ですね。素晴らしいです。グー、すごいよね、はい、これ今こうやって打ってますグー、そう、そう、その巻きついてきますよね。裏面しやすいですよね。すごいぶっ壊れちゃう。このワックルの時に、ワックルの時もうすでにここ入っちゃってるんですよね。これこの中にもう野球選手だからすごくやりやすい。うん、そう、ここからだとちっちゃく巻きついてきますもんね。ほら、クラブ、そうそうそう、ね、そのままハイフル、はい、そうです、ありがとうございます。ベン・ホーガンとかミケルソンもね、グーなんですよね。あのヘッドの位置見て、ここね、ここまで来てるでしょ。ちょっとクロスしてるんですよ。これね、あのドラゴンにも通じてきますんで、ドラゴン選手はこういうバックスにします。トン、すごいね、お見事。こんな感じで、ほら
巻きついてこういう感じでさ、ほら、ほら、ものすごいインサイドでしょ、そう。今までどうでしたか、まっすぐでしょ、そうそう、離れちゃうよね。蛇行しちゃうんですよ。だからこれの方がかえって逆にインに引きすぎちゃうんですよね。今度巻きついてやがってください。入ってみましょう。うん、すごい。これ正面から見るときれいです。今45度、まあ4時半ですよね。で、背中越しがこっちなんですよ。で、これ裏重心で、このキックポイント、この辺なんですよね。ここが支点になって、グリップが左腰の方、こっちです、直角。ここにピンズと離してて、こっちグリップを引っ張るんですよ。で、それと一緒に背中入れ替わると、はい、こういう動きが一番飛ぶんです。背中越しから見て、もう一回お願いします。ここで40、上から見たら4時半です。はい、そこキックポイントでグリップ90度引いて背中を入れ替える、こういう動き、これが一番僕は世界一飛ぶ動きだと思ってます。これになるとクラブヘッドは相当スピード出ます。はい、すごいです。背中越しショット、すごいでしょ、パワーが。こうやっちゃうんじゃなくて、積極的に飛ばしてってあげて、ここまで右の肩がこっちに抜けないか、あと右が止まんない、そう、これに乗ってバックスに飛んで、こっち伸びなくていい、今ちょっと立ってシャッフルになって絶対伸ばさない。これバックルの要領って、テコの原理、こっちにグリップ動きます、ね、これ止まった時にこっちに、その要領で上げてて、はい、で、こっちも伸びるし、両方いつも、だから、ね、そう、回れば回るほど、そう、そういう感じ、回転式やつ、うん、僕はちょっと、柔らかいんで、こう伸びて伸びるんですけど、テコの原理するとさ、ここすごい手首、テコの原理すると手首ってこっち、こういうことじゃないですか、うん、この要領で少しペースを開きながら上げて、手元がちょっとなんか大きく動きすぎる、そう、テコの原理で上げて、そう、あ、とってもいいね、こうつくでしょ、ついたらみんなパッチョンです。それじゃついたらもう、ついたらこうです、ついたらこう、手を出さない、その時についたらこう回っちゃうんです、肩が、肩はこうです、そうそうそう、それで、はい、そう、ここを出さない、右の腰出さないで、そうそう、そう、それでとってもいい、すごくいい、はい、とってもいいです、はい、OK です、パッて出したいんだけど出さない、クラブを右、左にくっつけて両肘を背中の後ろに回す、左向け、左、ももくっつける、両膝正面向く、つま先トントントンって3回、3回必ず癖つけて、ミスしても何でも3回取ってください、はい、どうぞ、トントントン3回、ボール打たないでくる、はい、トーン、ほらほら、分かんないでしょ、バランス取れてないんです、バランス取れてない、はい、もう一回、かかとにしっかり乗れてないって、はい、左のかかとの内側に乗れてない、はい、トントントン、ほら、できるじゃん、両肘も必ず今ね、背中側にいってるでしょ、これ行ってなくて、こういうふうに背中叩いてる人は取れませんよ、こういうふうにして、ね、これインバランスが大事、こっちに出ないように、ひたすらこう後ろに、そうすると手がこっちに入って、右手にしてる、そしたらボールが左腰、左腰を斜め後ろに、このボールをこっち後ろに、あ、こういうふうに